も金はうちら苦労しちゃってたから、それ言っていいなら言いますけど、あのこれを聞いたところで、うん、お客さんが喜ばないんです、うん、あと、ま、でも暴露にはなって、うん、それカメラの前で絶対マイクやんないっすよ、プロだもん。カメラ回ってますってなった時に喋ることって、あの人も芸歴長いからいろいろ考えちゃう、喋ると思います。さすがに分かるふりをして泣いてた、恥ずかしいことだけど向き合うことに震えてたんだ、全て見透かされ。今日はキャン GP マイカさんに来ていただきましたこんにちは。はい、ヤンパレの歴史をちょっとずつ喋るってことでやっていくんですけど、マイカにはあの自分が受けたオーディションから、うん、なんでまずヤンパレのオーディションを受けようって思って入ったの？ POP 時代のライブを見たことがあったの、うんうんうん、でその時に衝撃を受けて、アイドル？みたいな、なんかパワー系というかなんかそれにすごい心を打たれて、うん、あとはマイカのパパがもともと一期ビス好き で、うんうん、でそこからの流れで POP も好きで、うん、今オーディションやってるよっていう後押しもあって、うんうんうん、受けてみればって、うんうんうん、合格電話が来た時にちょうど多分あれもやってたのよ、ビスのオーディション。あ、そうやってた、やってた、ニコ生で、うんうん、もし自分が受かったら今ね、こう、うん、オーディション中の人たちも、うん、なんか先輩になったりするのかなとかやって見てたりとか、うん、自分もこの合否を待ってる身だから、うん、めっちゃドキドキして、うん、してたら電話来て、うん、って言ってもう号泣みたいな受かってからメンバー一人のもう一人の脱退が決まったじゃないかの場合は、うんうん、その時はどうだった？もうやばいと思って、うん、でもさ、入んなきゃよかったみたいな思ったことなかった？その、いや、思わない、すぐだったじゃん、思わなかった、うん、思わなかった、大丈夫かなこのチームみたいになんなかった？いや、思わなかったけど、うん、どうしようみたいな、そんなこと考えてる暇がなく、うんうん、どんどんいろんなこと覚えなきゃいけないから、うんうん、そっちに必死だったかもしれない。で、お披露目しました、うん、すぐに事件が起きますよねマイカが入ってその4日後に、ここゆどくがギャンパレに入るっていう動画がその当時はやっぱそのマイカが入るだけじゃ無理だったんだって、ちょっと力不足だよなってでさ、結構さ、さきちゃんはそんなでもなかったけどさ、やめきとか結構さ、なんか悲しい感じだったじゃんギャンパレのオーディション受けて入ってきてくれる人が、一方受けてない人たちが入ってくることへのやっぱ抵抗みたいな、最初はちょっとやっぱあったからさ、大丈夫だよとは思ってた。あ、うん、すごいね。ゆゆゆわが行った合宿、うんうんうん、コメントめっちゃしてた。あ、桜、うん、しかもギャンパレのことなんて誰も言ってくれないから、そう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 当時はさ、やっぱそうだよね、ギャンパレって何みたいな、うん、誰みたいな、うん、やっぱ状況の中、すごい気迫が違ったんだよね、なんかそこまでできなかったから、それは私たちの2人の責任でもあるんだけど、なんか隠すのも聞いてきてもらえてないのも事実だから、なんかそんだけ興味がないんだなって思って、みんなの中でバックだからやってるけどって思っちゃって、マイナスに考えちゃって、だって実際もうそれみんなミスやミッションが好きで、やっぱり好きな人なんて思いなくて、うん、でもなんかあの合宿から世間のギャンパレに対する目もなんかめっちゃ変わったなって思った。んそんな感じか、うん、うちらにもなんかまだ私が知らない秘密はない？もうこれでもさ、この場所にいない人、まあ、言ってみたらじゃあ一回そのお披露目前に、うん、お披露目前にその深夜練習とか、うん、まあ、練習がたくさんあった時期があって、うん、やっぱその練習だけだからみんなメイクとかあんましてなかったんだけど、うんうん、スタジオ入ったら知らない人がいると思って、うん、
よく見たらすっぴんのさきちゃんだったオーディションの時に、うん、お前絶対性格悪いだろうって言われて、渡辺さんにそんなことないですって言ったらなんか違うところから私が性格悪いっていうのを流してる人がいたそれちなみに誰なの？地下アイドルどうなの？井村さん的にインタビュアーとして手応えは？え、ゼロですやばいこの秘密の暴露が本題なのよそうなの？だからこの歴史の話はそんなにいらないんだって。でそっからなんか探ってって今まで言ってきてない何か大きいことをマイカに吐かせようとしたんだけど吐けなかったから手応えゼロってことね。うわそういうことそう引き出せなかったら自分と思ってあの自分に反省ですマイカに対してじゃなくて次のゆう今まで話したことのない情報を引き出せと。お金だったり恋愛だったり何でもいいんだけど。むずいよ。どういうこと考えながら話聞いたんですか。もう誰かの悪口言わないかな。なんかそれが一番の近道かなと思って。もうなんかいい人じゃいい人なんだけどマイカはそのなんかボソッとなんか悪いこと言わないかなって思ったけど無理だった。全然優等生インタビューしちゃったよ。インタビュアーとか絶対できないんだけど聞こえないふりした